スライダーが投げて縦にすごい落ちる人は、はい、横のスライダー投げれないんで、はい、そういう人は例えばフォークチェンジアップが落ちます、うん、あなるほど。カーブ投げてもカーブ曲がらない人はやっぱスライダーシュート系に行った方がいい、うん、あの多分肘の出る位置が違うんで、うん、フォーム見てもし進めるならそういうのは一応分かるかなっていう、フォーム見た時にあこの子はあこういう変化球のが合いそうだっていうのはね、多分スライダー投げても縦に落ちちゃう、そうそう、タイプ投げれない、うん、何回か練習したんだけどね、はい、全然スライダーにならない、うん、ああいうカーブの大きい人、カーブ、うん、カーブ、まあ、カーブに近い球なんそうでしょ、うん、だからそういうふうに決まってるんで、うん、だから自分に合うボールってのは自分でこう知識つけていろいろ探すという、うん、